V モンキー、漫画モンキーターンで出てきた超必殺技、我が目を疑いましたと萩原選手が口にするほど超絶的なテクニックでもある V モンキー。そんな V モンキーが炸裂したと直近 SNS などで話題となりました。実際本当に V モンキーと呼べる代物だったのか独自検証してみました。今後もボートレースの情報をお届けしていきますので、チャンネル登録がまだな方はご登録のほどよろしくお願いいたします。 V モンキーとは漫画モンキーターンの24巻で SG ダービー優勝戦で帝王榎木選手を逆転するために繰り出された技の一つであり、刺してきた榎木選手を刺し返して内側に手を入れ込むという離れ技です。本来刺しはターンマークをターンした際の手の内側を差し込むターンであり、刺した手が内側に来ることになります。ボートレースは内側に手がある方が基本的に有利ともなります。ターンマークを最短で周りに行けますからね。だからこそ刺したのに内に手がいるという状態は驚愕以外の何者でもないと言えるでしょう。実際漫画でもドラゴンボールのカメハメハなどの光線が出たりするのは非現実的ですが、榎木選手も理論上わかると語っており、ギリギリのところでスピードを落とし強烈にサイドを効かせ止まることができれば不可能ではないかもしれないとは語っており、その上で急ブレーキをかけるようなサイドを効かせようとすれば手は間違いなく転覆するはずだと、ものすごく実戦自体は難しいですが、ある種光線を出すなどに比べれば現実味がある技であると言えるでしょう。同期の三船選手から旗野選手は自分のターンの功績が V の字であったことを後に聞かされ、もともとモンキーターンが出た時も鋭く曲がったことから当時は V ターンと言われていたようですが、功績を見れば確かに V 字で走っていることがわかります。主人公の旗野選手も練習を重ね、漫画の中ではありますが V モンキーを習得します。その一方で他の選手も旗野選手の V モンキーを破るために思考を凝らして挑んできます。最初に V モンキーを破ったのは榎木選手と一般戦の鬼でもあるガモウ選手のコンビ技でした。実際この時は V モンキーがトップ争いをしている最中しか出せない技であることをこの2人は見切っており、コンビ技を繰り出してきます。似ている場合差し返しても引き波を2本超えることとなり、差し返しが届かないので技として不発となってしまうという弱点がありました。2艇以上あれば接触してしまう可能性もあり、技として出しにくいとはなるため発動条件が限定されているともいえ、いつでも出せる技ではありませんでした。しかし1対1ではまだ勝っていないとした上で SG チャレンジカップ優勝戦にて、今度は1対1で V モンキーを旗野選手が繰り出そうとする瞬間が来ますが、刺させようとして先前し目を離した瞬間を狙い、いつもの刺しに行くタイミングより少し遅れて刺し、結果旗野選手にダンプするという高等テクニックを駆使して1対1で初めて V モンキーを破ります。その後最終巻でライバルの道口選手に道中で V モンキーを賞金王決定戦で仕掛けますが、陰矢となり出足を極めてきた道口選手の全速差しには V モンキーでは届かなくなっていました。しかしターンマークスレスレで回る究極の V モンキーを決めて賞金王を手にします。ストーリーとしてはここでモンキーターンは終わりますが、この技を破れる方法は生まれるのか。刺させない V モンキー、そもそも刺させないので刺したところを刺し返す V モンキーとはもはや別物とも言える代物です。これを何回も実践できてしまうなら、前後を気にせずに最内へと切り込んでしまえば勝つことができてしまうので、外に振るなどもなく勝ててしまうことになりますしね。最強すぎます。そんなここまでが V モンキーの簡単な説明にはなるのですが、実際そんな V モンキーが出たと話題となったのがボートレース2で開催された G2 ボートレース甲子園予選最終日の11レース目、特別選抜戦1号艇には峰選手、6号艇の松井選手が前付けに来たことによりスロー4艇ダッシュ2艇となりました。ダッシュ勢が来たわけでもなく3コースまくり差し校舎でもある
桑原選手が少し深くなった状態にもかかわらず、峰選手にまくり差しをきれいに決めきります。スタテンでは4コースだったこともあり、その上ではすごいですよね。鮮やかとしか言えないのですが、しかしここから峰選手がプレッシャーをかけ続けます。公式チャンネルで萩原選手もターンだけであれば峰選手より上手い選手はいるともしており、ターンに向かうまでの幅の取り方であったりプレッシャーのかけ方であったりが上手いともしておりました。駆け引きが上手いという点は言えるんでしょうね。過去別のところで萱原選手も峰選手のことを同じような表現で話されていたので、嫌な位置でプレッシャーをかけ続けるというのがとてつもなく上手い選手なのでしょう。そんな中でレースに戻れば、2周2マークで桑原選手の手が弾むような動きをします。これはミスというのかは何とも言えませんが、桑原選手が大きく膨らんだところを峰選手がズバッと差し込みます。プレッシャーをかけ続け、そこを一気につくという点では素晴らしいと思いますが、果たしてこれは V モンキーなのでしょうか。冒頭からご説明してきました漫画モンキーターンの V モンキーであれば、差しに来たところを差し返すのが V モンキーであるという描写をお届けしてきました。その点を考慮して、この峰選手のターンは本当に V モンキーなのでしょうか。当チャンネルの見解では峰選手のうまい差しであり V モンキーではないと考えます。漫画モンキーターンの V モンキーでないのであれば、 V 字っぽいモンキーはしているので V モンキーでも良いのかもしれませんが、多くの方が V モンキーと言われると、おそらく漫画モンキーターン旗の選手の V モンキーを思い浮かべるような気がします。その上で当チャンネル的見解で言えば V モンキー違いであるという認識です。ただ実際これも認識の違いなのかもしれません。峰選手の YouTube チャンネルでも動画内で現代版 V モンキーとして動画を出されています。ですがこれも1周1マークでの出来事なので、道中の抜き去る時に使う漫画 V モンキーとは違う別の現代版 V モンキーという感じでしょうか。峰選手は漫画モンキーターンの V モンキーとはおっしゃっていますが、発動条件が違うので峰選手の V モンキーなのかなという印象です。ただ現役のトップレーサーの方が惜しみもなく技術を話しておられるので、現役選手からすれば最高の教材動画と言えるでしょうね。そういう意味では現代では漫画モンキーターンの V モンキーはやはり技術的に難しく、漫画だけの空論なのかなと思いつつも、ただ発動条件はモンキーターンとは同じではないですが、まさに V 字とも言える現代版 V モンキーを発見しました。2021年10月にボートレース福岡で開催された一般戦5日目10レース準優勝戦での出来事です。地元5号艇の藤丸選手が前付けに来たことによりスロー4艇ダッシュ2艇となります。そんな奇跡とも呼べる V モンキーを決めたのは4号艇の当時 B1 級石川選手、5角からのスタート。ただ福岡はダッシュといっても他の場みたいに後ろが広くはなく、ダッシュでもスローとさほど変わらないとも言えるような位置からのスタートとはなりましたが、驚愕のターンを見せてくれます。ではレースを見てみましょう。1番2番3番5番4番6番の並びスタートしました。1番3番4番この辺りが覗いたスタートになりました。その後も1番3番4番と出ていきます。1枠の旋回逃げる1号艇の辰馬、まくり出しは4号艇石川、内側から2号艇の宮崎、先頭は4号艇の石川亮です。スタートは前提正常でした。トップに立ったのは4号艇の石川、2艇審査で追いかける1号艇の辰馬、これから2マークの旋回です。先に回ってくるのは4号艇の石川、1号艇辰馬差し安全でホーム側、さあ4号艇ちょっと膨らんで1号艇の辰馬が迫ってくる。なんとか前にいる4号艇石川ですが、その内側からへさきかけてくる1号艇の辰馬、わずか1艇身の差でレースは2周目。その後ろ3番手は現在2号艇の宮崎です。2周目1マークトップを守りきれるか、4号艇の石川先前、さす1号艇の辰馬、先頭は4号艇の石川がじわりリードを広げました。単独トップ4号艇石川亮、2番手1号艇辰馬光弘、3番手は2号艇の宮崎進。上位3艇4番1番2番でこれから2周にマークの旋回、先頭で回る4号艇の石川、続いて1号艇の辰馬、3番手は2号艇の宮崎。上位3艇4番1番2番でこれからレースは最終周回に入ります。
先頭で4号艇の石川遼、5コースからの発進となりましたが、スタート決めてまくりなしで飛び込んでいきました。最後の1枠トップで4号艇石川、2番手が人気背負った1号艇達馬、3番手2号艇宮崎に全速旋回で6号艇のコードが迫る。さあ最後のバック、2号艇宮崎を外から捉えた6号艇のコード、2番と6番3番手完全に並走となっています。これからラストターンマークの旋回、先頭はデビュー初輸出見えた4号艇石川、デビューからちょうど50勝目、続いて1号艇達馬、3番手は2号艇6号艇、激しく競り合いながらホーム側最後まで接戦続きます。先頭4番ゴリン、1番ゴリン、見て我が目を萩原選手のように一瞬疑いました。おそらくキャビッタンだと思いますが、一周一マークで急速にサイドがかかって急ブレーキがかかったような状態となります。正直他の艇も誰もこんな位置で艇を向けていません。マリオカートのドラフトのような感じですが、しかしその最打ちをズバッとまくり差しを決めてきます。マジかと思わず言葉が出てしまうような奇跡ともいえる V 字ターンを決め切ります。しかもモンキーをしているので V モンキーと言っても良いか、見業ターン、これこそ現代版 V モンキーと言えるターンなのかもしれません。これを石川選手にもう一度やってほしいということができれば V モンキーを取得したとも言えるんでしょうけど、これ以降石川選手が同様のターンをしたとは SNS 等では騒がれてはいません。このレースで現代版 V モンキーで1着を取った石川選手、この結果優勝戦に駒を進めますが、当チャンネル推しメンの中辻選手が5コースまくり差しを決めて優勝しております。当時はまだ勝率は 6.60 ほどでしたが、 SG レーサーでもある寺田選手を沈めての優勝はすごいです。ちなみにそんな奇跡の V モンキーを決めた石川選手は今はどうなっているのか、選手情報を見てみますと A2 級で一般戦を走っている状態であり、一般戦で2回の優出はありますが、まだ優勝経験はありません。先ほどの準優勝戦での1着が貴重な優出したレースの一つだったようです。それでもデビューから今季で初 A 級昇格を果たしています。年齢は今35歳、ボートレースはこのくらいのご年齢がテクニック的に油が乗ると言われていますから、期待したいところです。今回改めてモンキーターンを読み直して調べた上で、漫画モンキーターンと同様の V モンキーを実施することは現実的にはきっと難しいんだろうなというのが漫画と照らし合わせた検証結果と言えます。先ほどの石川選手のターンもおそらく偶然の産物であり、トップ争いをする中で転覆しないように急ブレーキをかけて刺してきた相手を差し返す。榎木選手も言う、理論上は分かっていても実践するのは極めて難しいと言わざるを得ないということでしょう。2着取りができるところでわざわざ皆がリスクを負って漫画のような技を繰り出そうとしないというのが本音の部分なのかもしれません。ただもしやってくれる人が現れれば一躍スターになることは間違いないでしょう。たとえそれが旗の選手がたどり着いた究極の V モンキーでなかったとしても、ガモンさんのような V モンキー潰しをしてくる選手もそうなれば生まれてくるかもしれませんが、これはこれで高等テクニックすぎますからね。検証結果としては、現代ではまだ漫画モンキーターンで出てきた V モンキーの使い手は現れていない。どちらにしろファン目線で見れば漫画モンキーターンのリアル V モンキーをしてくれる選手が現れることを楽しみに待っておきます。今回は SNS で話題となった V モンキーを漫画モンキーターンと照らし合わせて検証してみました。この他にあなたが知っていること、感想などぜひコメント欄で教えてください。今後もボートレースに関する情報をお届けしていきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いいねの高評価をもらえると嬉しいです。